お客様との場合、どうしても専門的な話になってしまうんですが、やはりお客様の方は専門的な言葉で自分の困っていることとかをお話しいただけないという場合が多いんですが、それを汲み取って、何が困っているかとか、何を必要としているかというところを聞いてあげる、それを解決してあげるというところに、コミュニケーションの重きを置いております。常に気をつけていることは、開発者側からの視点で終わることがないように、お客様の立場に立ったシステムを作るということです。そこから得た生きた情報をお客様に提供し、より良いシステムを構築していきます。コックさんの彼女にちゃんとホールに出てきてお話ししてねとはよく言います。いろいろご飯のお話しするとき、お互いは日本のご飯とトルコのご飯の話します。で、私の聞くのは全部生ですかって聞いたら、日本人はそのことないってちょっと怒ります。多くのアルバイトや社員の方を良いコミュニケーションに導いていくように気を使われていくことはありますか？はい、そうですね、全体で80名ぐらいいますけれども、仕事から帰ってきた後とかに、困難なちょっと顔をしていたら、インタビューをして、その状況っていうのを聞いてあげたりとか、そういったことはやりますね。そういう時はね、深刻になってるんじゃないって言って怒るんですよね。遊びの精神で仕事をするということを重んじてます。分かりやすい言葉でいかに伝えられるかっていうのは、やっぱり我々技術屋っていうのは往々にしてある意味日本語じゃない言葉で伝えてるような感じがすごく多くて、やはり文章だけではなかなか伝わらない、それをきちっと写真と文章と絡み合わせて、これを共用部分の壁の部分に、誰もが皆さんが通るところにこういうものを貼り付けていただいて、そしてこうなんていうんですか、情報を共有するということをするようにしていただければというふうに思います。今インターネット社会で非常に便利になりまして、電話代もかからなかったりとか、メールでのやり取り非常に多いんですけれども、それはそれで便利で利用するんですけれども、我々が特に気をつけているのは、まず一つやっぱりアナログを非常に重視していると。で、営業に関しましても基本的にメールではなくて電話を利用しています。多くのお客様と接しておられまして、コミュニケーションについて気をつけておられることありますか？特に会社として、決められていることはないんですけれども、営業一人一人の、特徴を生かしながら、最低限の笑顔を挨拶でお客様に分かりやすい説明を心がけて、接客の方をしています。このお店で働いているスタッフに特に心がけてほしいと伝えていることは、お客様からすいませんと呼ばれてお願いされてから、こちらでいろいろなものをしたり説明したりというわけでということではなくて、こちらからお客様が何を求めているのかであったり、これを知ったら、スタッフがしたらお客様が喜んでいただけるっていうのをこちらで気づいて、それを先にこちらから声をかけたりコミュニケーションを取ったりするのがサービスだっていうのを、みんなに伝え続けていることですかね。私はもう15年やってて、今まで本来の料理に戻ってきてる人をたくさん見てますから、大体分かるんですね。この方は大丈夫だなとか、そういうのがあるんで、髪が伸びてくるのにはある程度はやっぱ期間どうしてもかかってしまいますから、1ヶ月ね、2ヶ月でパッとなるんだったらいいんですけど、その間やっぱりどうしても不安もあると思うんですね。だからそこら辺いろいろ大丈夫ですよという、いろんなことはお話ししたりしますけどね。おはようございます。おはようございます。今日は竹内先生にお話を伺えたと思います。で、こちらの編み物の教室の特徴というのはどんなことでしょうか？そういう意味でさっき言いましたように、製図が得意ですので、その皆さんが作りたいものを皆さんのゲージに合わせて製図をして差し上げられるので、
多分皆さんはその辺を気に入って来てくださってるんじゃないかと思いますけど、お教室さんされてる中で心がけていらっしゃることとかありますでしょうか。みんなが楽しく、来てよかったなと思って、お帰りになられれば一番いいと思ってますけどね、今年ももうすぐ終わりなんですが、今後の未来の抱負というか、なんか計画っていうのはありますでしょうか。このままずっと続けていられて、ここでパカッと死ねたら最高だなったと思うんだけど、ずっと続けていただいて、いろんな遠くの方からね、通われている方が先生いらっしゃるので、本当頼りにされる先生ということで、要は続けることが一番だと思ってます。わかりました。はい、お客様とコミュニケーションをするときにどんなことを大切にしてますか。まあ、やっぱりお客さんが入っている瞬間にまずね、挨拶でお客さんに対して挨拶して、やっぱりこうもう一回来れるように、ちゃんと従業員とも僕も含めてお客さんと会話が取ったりとか、やっぱりお客様の顔が見て喜んでくれてるとか、帰る時とかありがとうございますとか、また来週が来ますとか、パーティーない日でも来てくれるお客さんがたくさんがいるんですね。だからやっぱりお店的にはやっぱりすごく嬉しいですね。そのお客さんのこう笑顔を見たりとかね、こっちまでが来てくれてよかったんだよねっていう、やっぱりそれよりが、嬉しいことはないんですね。そうですね。ここは渋谷のど真ん中、ヘアサロンのイングリッシュローズさんの店長さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。感動っていうか、ここに来て本当に良かったなって思われるような状況です。で、やっぱりお店としても当たり前だと全く同じになっちゃうんですけど、このお店に来て良かったな、またついつい足が向いちゃうなみたいなっていうのを、なんか旅館というよりは、こう一人いらしたらその人に必ずそういう思いになってもらえるように、もちろんヘアスタイルを気に入っていただくっていうのもありますけど、それだけではどこも一緒ですよね、ではなくて、やっぱり違う部分も、もっとなんか人と人のつながりみたいな、ここの距離感、空気感といいますか、がその美容師とお客様の間のそういう部分が、お客様がこうなくてはならない、お客さんの生活になくてはならないような、そういう状況に、そういう存在になれればなという感じです。今も実際そういうのをコツコツやってはいるんですが、また来年もまた再来年もしっかりその気持ちは持ちながらやっていきたいと思います。わかりました。とても大切なことですよね。だと思います。はい、とてもいいお話を今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。